皆さんどうもピーマンドウェスというわけで、今回の実況から後半戦シーズンが始まります。前半戦は打率は2割4分5厘32本塁打、71打点というね成績で、折り返すことができました。ここからどれだけ数字を伸ばせるか、目標だってね、前半戦を2割5分以上で終わるというのは残念ながらね達成できず、今切ってる状況でございますので、まあ本塁打もそうですけどね、今季はちょっと打率、やっぱ打率ですよね。去年1割台だったので、あの悔しさを晴らすために、まあ高い率を残してですね終われればいいなと思ってます。キャリアハイの打率は2割8分ですからね、まあそれを超えるのはちょっと今の現状じゃかなり難しいことですが、頑張っていこうと思うよ。さて、後半戦最初のカードは首位ヤクルトとの3連戦になりますね。ピッチャー杉浦絶不調、カッ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 カ、そんなピッチャーを後半戦1戦目で持ってくるかね。どうしたんだい、打ってほしいのかな。じゃあ打ちますよ、打ってほしいのは打ちますよ僕は。絶対打てるとは言ってないけどね。お、いきなり得点圏か、わーお。あ、そうなの、通算200号まであと9本だってよ。マジで、まあたくさんホームラン打ってるからね。このままマイライフが順当に30年いけば余裕で王貞治超えできるね。余裕ですよ。あー、ちょっとタイミングがミスった。あらら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 、後半戦1打席前はいつものように得点圏で凡退だね。ほんといつもの俺だな。まずここで1安打は打っておきたいよな。いきなりノーヒットはあかん。ああ、ノーヒットの予感、もうプンプンにしてる。すごい匂いが出てる。これはあかんぞ。現在は本塁打打点ランキングでトップですからね。本塁打でも10本差以上空いてる、打点もちょうど10打点空いてますからね。まあ、前半戦のペースでいけば間違いなくこの2冠また再び取ることができるよ、2つのタイトルをね。ただ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 ヒットが出る気配がないのは気のせいか。気のせいではないねこれ。3球目ストライク。第4球はランナースタート。うわー、これもダメだ。センターへ上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。どうした俺、どうしたんだ俺、全く打てんぞ。通算200号本塁打まであと9本としています。現在の打率は2割4分3厘。1球目ストライクから投げました、低め外れてボール、わずかながら外れています。カウントは1ボール1ストライクです。投げました、これがストライクならもう全部ストライクでいいや。デッドボールもストライクにしよう。投げました、チェンジアップはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、詰まった感じは落ち、なーい。さてこの試合は打たんとな。防御率 5.58 のドキだ。これから1安打打てなかった厳しい後半戦になるわ。まあ、でも防御率5点台の投手の球じゃねえな。カーブにしろストレートにしろね。さあ4球目スライダーボール、アウトローへ、カウントは2ボール2ストライク。無理だ、曲がりすぎ落ちすぎどうもできん。これが精一杯今の俺にできることだ。ジャイアンツリードで迎える4回です。通算200号本塁打まであと9本としています。第1打席はセカンドフライに倒れています。嘘やんマジで。第3球を投げた、ボール、インローへ。こんなカーブどうやって打ちますの。第4球を投げた、高め外れてボール、これはわずかに高いか、カウント2ボール2ストライク。おいー、ありがとう、後半戦第1号出てくれましたね。今季33号ソロホームランだ。よかった、もうストレートカーブ投げられてたら終わってたね。はい、点差を広げる2点目が入ったよ。カーブなら間違いなく合う、俺は三振。まあもうヒットの確率はゼロですね、凡退するだけだったと思うわ。助かった、そこで曲がる球を選択してくれて、土井君に感謝だね。後半戦初ヒットホームランだ、いきなりいい感じ。これは完全なボール球、カウント1ボール1ストライク。投げました、ボール、ここはよく選びました。2ボール1ストライク、バッティングカウント。投げました、縦のスライダー、ボール、外角低め、カウントは3ボール1ストライク。投げました、うわー、これも甘い球。い
これでもう一回来るか今日は。もう一回来てくれ。なんか打てそうな感じするわ。あ、来るねこれ。これも得点圏でね。通算200号本塁打まであと8本としています。ジャイアンツ一気に蹴りをつけたいところ。投げました。低めストライク。投げました。インコース。フォークは外れたボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げた。あーい、もう今日は一本のみかい。後半戦得点圏で全然打ててないね。どうしたんだね。なあ、終わった。いや、個人的にはもう一本打ちたかった。打てた試合だったと思う。今日5打数1安打ですか。4打数1安打だね。まあ、そのうち1本がホームランですから。そこはいいんだけど、いや、やっぱもう1本打てたな。打ってない人間がもう1本打てたなっていうのはおかしなことを俺は今言ってるって自覚してるよ。でも俺の中でやっぱもう1本打てた感がある。ホームラン打ったことよりそのもう一本打てなかったことが今胸のモヤモヤとして残ってるね。これを払いのけるには次の試合で2安打打つことだ。そうすれば2安打以上打てば間違いなく消えていくでしょうね、この胸のモヤモヤはね。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。投げた。初球外れても第2球投げた。直球見送ってストライク。投げた。直球ストライク。インハイへ。さあ4球目。あーい、もうこれもえぐいカーブ。もうこれだけは来ないでくれって願ってたら最後に来たね。これでワンアウト。これは打てない。なんでお前セリーグに来たんだよ。ずっとパリーグに閉じこもっとくやん。来んじゃねえ。俺がパリーグにいたらこんな数字は残せなかっただろうね。はい、いただきました。ただ失投はうまく打ちますよ。それが俺だ。オーナメンスイに当たったね。はい、今季34号。飛距離もかなりあるね。これでオーナメンスイ1年分くらいもらえるんじゃねえかな。思い切り直撃、真ん中の直撃だからね。3年分くらいもらおうかな。よっしゃ、それも同点だからね。後半戦2安打どっちともホームランだよこれ。今日2打点を挙げています。投げました。膝元ボール。まあ俺はこういうバッターだからね、ヒットは大抵ホームラン。投げました。そして凡退するときは大抵セカンドゴロっていう、セカンドゴロかセカンドフライ、まあセカンドによく飛ばすっていうね。それが俺だから。第4球を投げました。空振り。第5球投げました。打ちました。ファール。次は6球目投げました。よーし、これもヒットだ。ただこれ打球強すぎてシングルだね。もう出た出た出た。ほんと今季はツーベース、ここまで6本しか打ってないからね。出ねえんだ、打球が強すぎて。あっという間フェンス直、あのフェンスに到達するから、足も遅いからね。第2球投げた。見送ってストライク。まあ、とりあえず2安打打てた、そこは嬉しいね。ただチームは負けてますから。投げた。ボール。ここでもう1本打つことだ。同点だ。1試合2本同点ホームラン打とうやんけ。アウトコース低めいっぱいストライク。投球これから5球目。ボール。低めはっきりしたボール球。カウントは3ボール2ストライク。投げた。どうだ、山田取るんかい。3安打目はなし。チーム同点はなしか。うわ、さすが首位ヤクルトだね。勝てねえよこれ。まあでも俺は今季初の、後半戦初の2安打ですからね。まあ1試合目を除けばこの2戦でホームラン2本で3試合で3安打ですからね。まあ十分ですよ。最初の1試合打てなかったことはちょっともったいないけどね。そう考えると打てたんじゃねえか。調子悪いピッチャーだったからね、打てたと思うんだけど、なんで打てなかったんだろう、わかんねえ。さて次は阪神戦になりますね。この勢いに任せていきましょうよ。2試合連続本塁打中ですからね。ピッチャー誰？あ、岩貞くんね。あ、そう、岩貞くんですか。岩貞くんね、うん、特に対戦した記憶はないな。抑えられた記憶も打った記憶もないっていうね。まあ、その記憶のない時っていうのは大抵抑えられてるってことですからね、数字の部分で見ると。対決、対戦成績。ああ、でもホームラン3本打ってんのか、マジで？あ、そう。打率は低いけどね。打点もめっちゃ稼いでるし、まあ打数がわからないからね。1球目ストライクから投げました。なんとも言いようがないけど。
まあ、打率の部分で見たら抑えられてるわな。振ってストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げました、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク、投げました、はい、無理です。もう青特殊能力出まくりじゃないですか。なんであんな特殊能力持っててね、防御率4点台なのか、どういうピッチングしてんだよお前。これキャッチャーに原因ありだろ。で迎える3回です。通算200号本塁打まであと7本としています。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、打ちました、はい、今正面、ありがとう。これで2アウト。これがゴロだったらね、もう言わなくてもわかるでしょ。ライナーだったからね、ホッとしたよ。アウトになってんのホッとしたわ。2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球は一つ外してボール、ここはよく選びました。どこ打ってんの。ジャイアンツ追う展開で迎える7回です。通算200号本塁打まで、あー終わったな今日の試合、もうないでしょ。取りました、これで3アウト。もう一回来るか、あ、もう一回来たね、よっしゃ、打とう。このまま完封なんてさせへんで、刺しちゃったね。うわ、今もったいないな。岩佐くんスタミナもう切れかけてたのね、多分この1球で切れてたわ。あ、でも延長に入ったぞ、同点に追いついたんだな。5打席目、来た来た来た。じゃあ試合を決める一発打とう。防御率 1.15 の岩崎からね、石崎か。シュート見送ってストライク。第4球を投げた、危ない球、投球これから5球目、アウトコース、無理、キレッキレですな、うん、そら防御率1点台ですな、納得だね。はい、5-0、阪神戦1戦目やらかしましたね。次行きましょう。あ、6-0だ、6-0ですね。どっちしろ やばいじゃないか。あ、今日俺の誕生日なんだ。そう、あ、本当だ、俺の誕生日7月24日に設定してあるからね、忘れてたわ。自分の誕生日で6-0、今季初だね。 6打席ノーヒットっていうのは、それをやらかしたんだね。あ、そう、まあ俺らしくていいと思うよ、俺はこういう人間ですからね。特別な日に打てない人間いるでしょ、そういう人、何も期待できないっていうかね。俺でした、ありがとう。何も嬉しくない誕生日になったよ。さて、まあでも誕生日は結果な出せなかったけど、ここは打点を上げたいとこ。75打点目いきますよ。いや、77打点いってみようかな。第2球投げた、アウトローを見送ってストライク、投げた、3球目ストライク、投球これから4球目、見送ってボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、ボール、カウント3ボール2ストライク。危ねえ、振りかけたわ今。さあ6球目、投げました、打った、わあ、あ、でもよかった、よーしよしよしよし、2匹ではないが、これ打点つきますからね。イエーイ、ボテボテになったことは助かったね。これがいい勢いで飛んでたらアウトになってたよ。通算200号本塁打まであと7本としています。とりあえず打点はいただいた、そしてこの場面でも打つ。後半戦得点圏で1回も打ててないんじゃないかな俺。第2球、はい、いただきました、藤波くん、ごめんね。豪快なスリーランでございます。35号到達か。とりあえず今出てるミッション達成だね。月に向かって打てっていうのが発生してるんだけど、それは35本打つことですから。今日4打点か、へい、これでまた打点王に一歩近づいたぞ。第2球投げました、危ない球、投球はこれから3球目、ボール、さっき6-0やらかしたが打率がだいぶ落ちてるね。投げました、打ちました、ファールボール、2割4分2厘か、あかんねえ。投げました、ボール、はっきりしたボール球、カウントは3ボール2ストライク、投げた、はい、フォアボールいただき、ちょっとちょっと濃厚すぎない。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。おお、通算200号、本日5打点いけるぞこれ。今日4打点を挙げています。危ない球、第3球、アウトロー際どい球、ボール、カウントは2ボール1ストライクです。投げた、打った、割ったー、5打点目はなしか、掴みました、よりにもよってピッチャーフライで。ジャイアンツリードで迎える8回です。今日はスリーランホームランを打っています。初球決まってストライク。阪神どうしたの、出てくるピッチャーみんな調子悪いじゃない。投げた、夏場に調子悪いとこもチームからしたら最悪だな。第3球、
外角低め、外れてボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、インコース詰まった。どうしたどうしたどうした、ホームラン打って満足してるね。今日は4打点上げたし、もういらないでしょっていう気持ちになってるわ。えい、よかったよかった。1試合目ちょっと 6-0 と心配になるようなことね、やっちゃいましたけど、藤波くんからの豪快なスリーランで、まあ1打席もゴロの間に打点上げて、本日は4打点ですからね。4打点稼ぐことはなかなかないし、これでまた打点王にほっと一歩近づいたね。現在リーグ2位の打点ランキング、多分広島の田中だと思うんだけど、この人今得点圏打率が異常に高いからね、長打力はそこまで多分おそらくない、ある選手ではないんだけど、ま、でもあるか、今季ホームラン2桁打ってるからね。あ、現実の話ね、パープルの話じゃないよ。チャンスはお任せ。あ、6打点を視野に上げる、無茶ぶりじゃねえか。無理だろこんなもん。月に受かって、丸2ですね。本塁打40本打つ。どっちにしようかな。いや、出しすぎだろ、お前。どれか一つ、うん、じゃあ、これでいいや。40本は追加点だからね。これを達成していきましょう。とりあえず、これで、もう3年、ここ5年間のうち3年はもう30本は確定してますからね。打ってますから。去年打てたらよかったんだけどね。ほんなら4年連続の30本でしたっけ。そうなってたんだけど、去年27本止まりですからな、打てなかったんだよな。あ、セリーグのタイトル争いチェックしていこう。まずホームランランキングで、はい、圧倒的に俺だね。もう正直ここから打たなくても俺かもしれない。2位とは14本差ですからね、いけますね。もうこの辺は安心だ。で、首位打者はこれうちの選手穂積だね。これもう巨人が全部独走になるよこれ。ほらほらほら、打点でもこれ何打点、15打点空いてるからね。あ、もうこれも安心だわ。うん。あとはもうこ、本塁打に関してはもう正直ここから全く打たなくても、取れる。80% くらいの確率で。打点に関してはまあ前半戦のペースで打たなくてもね、まあ、コツコツ上げてればこれも取れると、これだけの差は大きいよ。よほどの怪我とかなかったらね、試合に出れないという状況が、あればもちろん相手2位にね、取られることもあるかもしれないけど、まあ、試合に出続けられる間はね、もう、いけると思うわ。出てたらね。さすがに5番で入ってますから、1ヶ月0打点っていうのはさすがないと思いますので、これからはね。2回の表、これからジャイアンツの攻撃。さて、ピッチャー秋山くんか。まだプロの世界にいたんだね。この人、愛媛出身ですから。第2球。どこだったかな、サイビかな、サエビかどっかだ、サエビだったっけ。うん、まあそんな高校出身ですよ。特別ファンっていうわけでもないけどね、同じ県の出身者ですから、だからどうしたっていう話なんですけどね。あ、そこで終わりですよ。打ちました。あーのー、うまく外野前に落ちろやん、そういう時は。第1打席は内野フライに倒れています。うわ、ひでボール引っ掛けた。今なりボールを取る、一塁へ送る。足が速ければジャイアンツ。おお、ターニングポイントか。投げました。嘘んだろ、何してんの俺。かあ、先生のチャンスを無駄にする。心のどこかで同じ出身者、愛媛出身者だから、相手に勝ちをつけてあげようとしてる俺がいるな。最悪だな、そんなんで秋山勝っても喜ばないと思うよ。ここはしっかりと1点同点打ちますよ。絶対打点を上げなければならない。ここで最低限できないやつは死んで OK だね。もう生きる価値ないですよ。第4球を投げた、見送ってストライク。あー、どうだ、ゲッツーはダメ。フォースアウト。はい、死んで OK。 明日からグラウンド来なくていい。ひでえな。あ、ここはもう絶対だわ。もうやります、やります、やります。勝ち越しだ、打ちますわ。正直ゲッツーでも1点入るからね、これ。投げた、前角見送った。それだと俺に打点がつかないんで、一塁へ一つ牽制球。これはもう任してください、俺にお任せだね。投げた、打った、バックホーム。ええー、一塁送球、アウトです。一塁はアウト。何がお任せ。いいや、まあチーム勝ったから、うん、いいやいいやいいや。はい、小川がね、今季トレードでうちに来てますから、今日はいいピッチングしたんだね。俺は何もできなかったけどね。あ、小川これ守護神で使ってんの、中継ぎで使ってんのか。いや、先発で使えや。
はい、私はこれ 5-0 ですか。うん、打点を上げるチャンスで何度も回ってきたんですけどね。それも同点、打てば同点、打てば勝ち越し、延長でのね、そんないい場面で回ってきたよ。ただ俺は何もできなかった。ゲッツーを打っただけだ。あー、もう最悪だこれ。あそこで打点を上げれないやつは打点を取る資格はないね。ああいうとこで結果を残さないと。さて、パリーグのタイトルランキング、デスパイネと柳田が今並んで25本ですね。まあレベルの低いこった。パリーグにいても俺は今両リーグでのホームラン王なんだね。うわー、首位打者大谷だ。はあ。で、打点では柳田がトップか。うわ、61打点で大谷が5位に入ってるよ。もう何なんだよ。で、投げては10勝だからね。最多勝、首位打者あるな。あ、防御率ランキングではリーグ5位には入ってないんだね。あ、そう。いや、もうでもこれと同じようなことを今はもう大谷はやってるわけだからね。ちょっと最近投手での登板はないですけど、もう打撃では、本当、なんていうの？規定打席到達してもしなくてもね、認定首位打者っていうのがあるんだよね。うん。それがありますから、今季ね、大谷首位打者取るチャンスあるよ。もう取ったら伝説。まあ今も伝説に残ってるんだけどね。もう間違いなくこれから先、語り継がれる人になると思う、大谷は。なってるけどね、もう。160投げて打っては3割5分近くの打率。本塁打ももう20本いきそう。OPS も10割超えでしょ？ねえ、パリーグを代表する最強ピッチャー。いや、日本を代表する最強ピッチャー&日本を代表する最強バッターになってんだ。早くメジャー行ってどんな活躍するかっていうのを一つ見てみたいような気がするけどね。日本に行っちゃダメな人間だな、この人は。もうイチローとか松井と同じね。もう君たち日本にいても何もすることないんで、あっち行ってください、みたいな。山田もそうだよね。もう行きなさい。打ちました。あっちに行くのですっていう感じ。次は5球目。見逃し三振。あーらら、ダメダメダメ。ジャイアンツ追う展開で迎える4回です。初球によって、そのスライダーえぐくない？それで 3.80 か。投げました。スライダーだけ投げとか、もう1点台になれるよこれ。追い込んでから投げました。1球外した。ボール、カウント1ボール2ストライク。投げました。打ちました。クリーン。今どうやって取った？結構もう変な取り方したぞ。まああんたが取らなくても内野安打ないんだけどね。ジャイアンツ追う展開で迎える7回です。通算205本塁打まであと6本としています。今日は三振とピッチャーゴロ。投げた、打ちました。うわ、もう最悪、またゲッツーだこれ。ひでえな。アウト、ゲッツー。打率も2割3分まで落ち上がって、ジャイアンツこれあかんわ。手を上げたい9回です。一塁タッチセーフ。第9。おお、どうだ、逆方向行ってくれ。もう嘘やん、なんで丸が横浜にいるんだよ。もうふざけんなよ。最悪だねこれ。打率めっちゃ落ちていってんじゃねえか。お前何が2割5分切らないようにやるだよ。お前2割4分まで切ったじゃねえか。どうしようもねえな。この落ちるのはもう止められないね。あとは落ちていくだけ。今季もまた1割台見えてきたよ、このペースだと。もう今回あれだよね、ホームラン以外まともにヒット打ってないよね。たったの1本のシングルのみじゃないか。あのフェンス直撃のやつね。あと1本とか届かなくて、ほんとスタンドインができない、相手に取られるっていうのはほんと今季多発してるんで、いや、いつも以上に多いと思うわ。変にパワーがつきすぎてるから飛びすぎるんだよね。これが、まあ、パワーがそんなない頃だったら外野前に落ちてくれたりするんだけど。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。通算205本塁打まで。はい、いただきました。これはもう間違いないでしょう。先制だ。打球はそのまま伸びて。ちょっと待ってよこれ。なんで言ってないの？初球ストライクから第2球。謎すぎる。もう勘弁してくれよ。俺の時だけ飛ばないボール使ってるとかないよね。あと一歩届かなさすぎる、本当に。これならね、こういう打球でいいわ。もうこれ、いや、三振の方がいいわ。もう打球見る時間がもったいない。行くか行かないかみたいなね。あんな見てもしゃあねえわ。セカンドゴロ。ボール、
カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。決まってストライク。第4球を投げました。はい、いただきました。もう間違いないね。取れるもんな、取ってみろ。取れるもんなるな。手伸びたり相当のジャンプ力ないと取れねえわこれ。取られたらもう発狂、発狂どころじゃないね。やめるわこのゲーム。次回作も買わない。発売されるかどうかは分かんないけど、今のも打てた球だぞ。結局1本止まりか。まあそれがホームラン1本だからね。まあ、でもチーム負けてるし、うーわ本当に悔しいわ。今季36号もまたこれも素直に喜べないパターンだね。1本打って喜びたいんだけど、後の打席打ててない。特に1打席目のあの当たりはもう絶対確信したもん。ガッツポーズをしたもん。親にホームラン打ったよっていう、今季36本目打ったよって報告までしようとしたんだけどね。まあ結果的には打ちましたけどね。はい、打点は80打点到達ですね。これはリーグ最速、両リーグ最速じゃないかな。100打点ともなれば、自身何度目 ?3 度目ですか。2年目、3年目100打点到達してますから。で、3年目に打点を取ってますからね。去年は77打点なんで、もう打点に関しては去年を超えてますな。あとは率だね。あー、来た来た来た。これはもう任せてください。ピーマンにお任せあれだね。さあ次の投球、えいえい、よしよし、助かった助かった。もうこれ取られたらもうあかんわ。もうこれ取られたらもう何も考えられない。とりあえずもうなんか脱ぷんだってなる。全力でうんこを漏らすね。わかんない、もうあまりにも悔しすぎて出るもの拒まずな。怒りの脱ぷんだですよ。第3球を投げました。決まってストライク。よかった、抜けてくれて。第4球を投げました。危ない球。第5球投げた。アウトコース低め、空振り三振。ゲームは後半に入ります。通算200号本塁打まであと5本としています。現在の打率は2割3分7厘。第2球投げた。おー、あー、どうだ、いけいけいけ。あ、これは取れない。いけるいけるいける。よし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 、トゥベストゥベス、またシングルだ。もう絶対もうムカつくね。ここまで飛ばしてシングルなんてねえだろ。ジャイアンツリードで迎える8回です。通算200号本塁打まであと5本としています。今日はここまで3打数2安打1三振。投げた、打ちました。いやー、取った、一塁走。さあ、で、じゃあ今回の実況はこの中日戦3連戦ですか、プレイして終了していきましょう。ちなみにこれ7月最後のゲームですからね。で、2戦目から8月突入となるわけだ。まあ、月間 MVP 候補者の中に私の名前はなかったけどね。まあ、今回取れるかどうか。取れば、この5年目は3ヶ月目の受賞となるのでね。4月、5月取って、6月は、山田でしたので、7月は誰の手に、俺の手に入るか。ホームランたくさん打ってますからね。十分可能性としてあるよ。0対0で迎える2回です。通算200号本塁打。うわー、ど真ん中、失投だ。やられた、完全油断してたわ。1球目絶対ないだろうと思ってたら、投球はこれから3球目。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、見逃しの三振。最悪すぎる。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。通算200号本塁打まであと5分としています。投げました、アウトローの10球はボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました。あーのー、小熊、ジャイアンツ追加点。あ、来た来た来た。ここは俺に任せろ。あと5分とします。今日は三振とファールフライ。さあ次の投球、これはね、さすがにね、わかるよ。投げました、打ちました。はい、いけるいける。はい、ゴッツァンでーす。2試合連続タイムリー。よかった。これがピッチャーに当たって、またちょっと取られかけるみたいなことはなかったね。さっきも取られかけただけで、取られてはなかったからね。おーマイガー、飛びすぎ。どっかで勢い落ちろや。そのまま誰かがお前グローブに吸い込まれていけって言ったんだよ。そのままどっかで落ちてくれないと。吸い込まれるようにね、センターのグローブにね、入ったからね。
うん、3試合連続安打。おお、打点、出塁が続いてるんだね。3つ続いてますか。はあ、残る試合はあと2試合。7月最後のゲームをね、タイムリー打ててよかったよ。で、月間 MVP は誰の手に。俺の手に入ったのか。9勝10敗。うわー、引き分け2か。7月は負け越しだね、これ。で、山田2ヶ月連続受賞。石谷、山田、ややこしいな。マジか。山田は6月に続いての受賞となるね。俺はできなかった。まあ、まあ7月そんな打ってるわけじゃないからね。ああ、もうこの成績は妥当ですね。打率もいい、ホームランも打ってる、打点も15打点ですから、もう素晴らしいとしか言いようがありませんね。石田もいいピッチング。ほんで、パリーグでは T 岡田が取ったんだね。打率は低いですけど、ホームラン、打点に関しては敵なしというとこか。で、大谷投げては防御率 0.53、3勝目ですからね。ほんで、大谷は5月でも取ってますから。いるのかな、投手でも、月間 MVP 取って、野手でもっていうの。多分これ初ですね。そんなやついるわけないんだよな。あ、じゃあ今日は吉見が投げるってことか。正直吉見投げてほしいんだよ。大野来た。はい、もうこれは吉見はおそらく中継ぎ投手なんでないですね。はい、これ大野、ダルビッシュと2戦連続に続きますよ。どっちとも苦手っていうね。うわー、今3試合連続打点、出塁、安打続いてるからな。今日で止まるかもしれない。嫌な感じだね、ほんと。展開で迎える2回です。通算200号本塁打まであと5分としています。現在の打率は2割3分8厘、タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました、外れた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投げた、ボール。カウントは3ボールノーストライク。投げた、よく、よし、一球も振らずにフォアボール。大野君ありがとう。好展開で迎える4回です。通算200号本塁打まであと5分としています。第1打席はフォアボール。第1球、高速スライダー、見送ってストライク。第2球、投げた、ストライク。早くも追い込まれています。5球は3球目、投げた、打った、どうだ、三遊間、よっしゃー、レッツゴー。これで安打も続いたね。あとは打点、どうだ、4試合連続いけるか。ジャイアンツの攻撃に入ります。珍しいこともあるもんだ。王の相手に2出塁か。第2球、超ラッキーな日。明日何か悪いことが起きるかもしれないね。投げました、内角高め、外れてボール。かもじゃなくて、これ起きるね、何かしら。3打席目もフォアボールで、今日全打席出塁だ。王の相手にこの活躍。アチームは負けてるけどね。投げました、ストライク。第3球、あー、全打席出塁はなかったな、これで。なくなったわ。いや、でもよかったよかった。安打と出塁はね、続かせられましたので、まあ、打点は止まりましたけど、まあ、それはいつか止まるものだからね、そんな連続で上げれるとは俺は思ってないので、本当だよ、嘘じゃないよ。思ってたのでね。思ってなかったのでね。どっちだよ。まあいいや、4試合連続安打、出塁続きました。さて、この実況最後の試合、中日3戦目の試合、おそらくこれ、ローテーション通りでいけば、ダルビッシュですね。僕の、もう、ライバルではないですよ。もう天敵というか、恐れる存在、鬼みたいな存在ですね。できれば、相まみえたくない。出会いたくない。そんな相手が3戦目に登板。よしみないかな、よしみ。よしみ、なんかの形が間違って。毎回声かけてくんじゃねえ。てめえ中継ぎだろ、お前。先発になってから声かけてこい。あー、ダルビッシュだですよね。これちょっと改善してもらいたいね。中継ぎ投手がライバルの場合だとね、毎試合声かけられてテンポが悪くなるんだよね。だからね、そのカードの最初の頭だけ声かけてくるっていうようにしてくれたらいいんだけど。2回の裏、これからジャイアンツの、まあ不満はここまでしておきましょう。さて、対ダルビッシュ、成績見ていこうか。はい、このようになってますね。ホームラン2本打ってますけど、もう完璧にやられてますよ。投げました、インサイド見送ってストライク。投球はこれから3球目、内角高め見送ってストライク。第4球を投げました、うん、これですね、もう魔のスライダー。どうやって打つのっていうスライダー。迎える4回です。通算200号本塁打まであと1
初球から打ってった。これはピッチャーの。このダルビッシュを相手に3割打てる人がいたら、もうそれはパワープロユーザーの中で多分ナンバーワンのプレイヤーだと思うよ。いたらね。でもこれは満塁。いやもう打たんと打たんと、苦手な相手どうのこの関係ねえわ。ピッチャーゴロ投げました。これは打つわ、グラスラーを。投球はこれから3球目。完全に外れた。ボール大きく外れました。ツーボールワンストライク。バッティングカウント第5球投げた。追い込まれたら負けだね。もうスライダーも来るわ、ストレートも来るわで無理だわ。通算200号本塁打まであと、このままいけば完封か。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。ボール、まずアウトコース低め。ファーストランナーをチラッと見て、あーっと第2球投げた。ボール大きく外れました。カウントは2ボールノーストライク。投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。スプリットはボール、完全なボール球。カウントは3ボール1ストライク。ストライク。嘘だろ。さあ6球目変化球。はい無理、完全にやられました。安打出塁ストップだね。ほんでダルビッシュはこの試合完封を挙げて今季10勝目。なんでこの投手が7敗なのか俺は教えてほしいね。なんで日本に帰ってきたのか。メジャーリーグでバリバリに通用するだろお前、これどんだけレベル高いんだよ。ダルビッシュでも契約もらえないってなったらもうこれあれだね、大谷行ってもこれ何もすることないかもしれない。大谷でもね、すごいわメジャーリーグ。いつかパワープロに、まあ、メジャーリーグに行けるような機能がついたらいいのね。パワーメジャーとコラボしてね。ありだと思うよ。てか、いつか早くこのマイライフ単体のゲームを俺は出してほしい。もっと、いろんな部分をね、充実、リアルにして。まあ、あくまでも今はパワープロの一位一つのモードとしてね、やってますから。なかなかね、新機能とかついてないんだけど。俺はこれ単体で発売だけの、できるだけの、モードだと思ってるんでね。さて、まあそんなことはどうでもいいでしょう。今回の実況はこれで終わり。最後成績を見て終了していきましょう。現在99ゲームに出場して打率は2割3分7厘。残念ながら今回の実況でも打率を下げましたね。392打数の93安打。これで前年の打点、安打並びましたね。で、2塁打が7本、3塁打0、本塁打36本ですね。打点は82打点、得点圏打率は2割9分1厘。で、本塁打率は 10.9 打席ですね。で、得点61得点、三振が51、フォアボールが25で、デッドボールが2個、犠打が1、犠飛は0、併殺は18ですね。このままいけば4年連続20併殺打まであと2つ。あと2つです。どうしましょう。どうしたらいいんでしょうね。嫌なカウントダウンがもう始まってますからね。あと2つとなってますから。で、出塁率は2割8分6。このままでは3割到達は不可能だね。で、長打率も5割3分1で、OPS もちょっと落ちてきてるね。8割1分7。このままだと、8割も切っちゃいそうなペースで来てるんでね。次回なんとかもっと打っていかないとね。ほんで、現在の野手ランキングも確認していきましょう。現在の首位打者は3割4分9厘で、穂積ですね。最多安打もこれも穂積。一人だけ浮いてるね。200安打いけるんじゃねえか。で、本塁打では36本で、私がトップ、2位とは14本差ありますからね。この辺も安心ですね。打点も82打点で、これ2位とは何点差ですかね。あ、これ15打点変わらずですね。さっき見た時と。15打点じゃねえな。あ、15打点か。合ってますね。15打点ですね。得点圏打率は菊池と田中、共に1位、2位ですね。盗塁は24個で、上田がトップ。出塁率は山田がトップで、OPS もこれ山田がトップ。私はリーグ7位まで落ちてるね。鈴木誠也と並んどるわ。見るたびにね、OPS が下がって、ランキングも下がっていってるので、これもしかしたらホームラン40本超えるけど、リーグのこのトップの OPS にね、トップ10に入れない可能性もありますので、それはダメだよね。それはあかんよね。てなわけで次回はもっと打てるように頑張りますので、お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。